三木港三浦市中心部周辺の空中写真。城ヶ島と三崎漁港を望む三浦半島の最南端に市街地が広がる。1988年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。三崎の町並み三浦市は神奈川県の南東部に位置する市。三浦半島最南端にある。マグロの水揚げで有名な三崎漁港が位置する。三浦半島の最南端に位置する。三方を海に囲まれ、西岸は相模湾、東岸は浦賀水道、南岸は太平洋に面し、南端部には城ヶ島が浮かぶ。北部は横須賀市のみと接しているが、市境は河川など地形的に区切られたものではない。市内は三浦丘陵が広がり、そのため、市内全域で坂が多い。市域の大部分は、標高40から60メートルの台地で、その間に、小さな谷が入り組んでいる。平地は少ないが、標高の高い山はなく、最高峰は、神奈川県最低峰でもあるいは道山となっている。起伏に富み、水田に適した低地が少ない。そのため、台地上には、野菜畑が作られ、低地の多くは、住宅地として利用されている。大きな河川が少ないこともあり、水田は約 3% と少ない。三浦市付近の地盤は地殻変動により隆起を続けている。三崎町内陸にある諸磯の隆起海岸は第三期業海岸の崖にある線香貝が作った穴が残る遺跡で国の天然記念物に指定されている。平安時代、江戸時代、大正時代の大地震により、地層のずれが4段に分かれており、古い地層を観察することができる。また、三浦半島断層群が存在しており大地震の発生が危惧されている。海岸は岩場が多く砂浜は比較的少ないが、北東部の金田湾沿岸には三浦海岸と呼ばれる浜が続き、西部にも三湖海岸など小規模な砂浜が見られる。城ヶ島や東部の金田漁港から東端の剣崎、南端の三崎漁港を経て、西部の小網代湾に至るまでの海岸線には、利水海岸に特有の海食崖や海岸段丘が多く見られる。西部の小網代湾には、干潟が残り、湾に注ぐ小川とその背景にある雑木林を合わせ一体的な自然環境を今に止めている。そのため、これらを、小網代の森として保護しようという運動が起きている。古くから人の居住があり、市内から縄文時代の諸磯貝塚や弥生時代の赤坂遺跡などの遺跡が発見されている。平安時代後期から鎌倉時代、室町時代、戦国時代初期まで三浦市の支配の下にあった。1590年に徳川家康が関東へ入った際に三浦半島も領地となり、すでに港として発展していた三崎は、天領とされた。その後も漁港である三崎を中心に発展してきた。現在、東京近郊でこれらの古く情緒ある街並みが残っていることから、映画やドラマなどのロケがよく行われている。また、2004年4月に、県立初恋高校とともに、県立三浦臨海高校に統廃合され、廃校になった県立三崎高校廃校舎、跡地は学校を題材とした、CM ドラマ、映画のロケ地として人気があった。現在は、三浦市の施策として、市民交流拠点として整備することとなり、ベイシアが自社店舗とともに整備することになり、現在、営業中である。漁業、農業が産業の中心だったことから、就業、教育面で、横須賀市や京浜地区への流出が著しく、昼間人口は少ない。また、居住人口は1996年を境に減少に転じ、現在5万人を下回っている。神奈川県内の市では唯一消滅可能性都市のリスト入りした。神奈川県内では南足柄市に次いで2番目に人口の少ない市である。三浦市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。2001年度からスタートした第4次三浦市総合計画では2025年の将来像を人、町、自然の鼓動を感じる都市、三浦としている。横須賀市と三浦市の消防業務の広域化。横須賀市と三浦市の消防業務は2017年4月1日から一体化し、広域化を行っている。これは三浦市から横須賀市へすべての消防事務を事務委託し、消防組織を1消防局4消防署として、消防業務の広域化を行うものである。両市は2013年4月から指令業務の共同運用を開始したが、それぞれの地域で発生した災害に対応できるのは、当該地域の消防組織によることが原則となっていた。そこで両市では、さらなる消防体制の強化と、消防部隊の効率的な運用を図るため、委託方式による広域化の協議を開始し、合意に至った。また、神奈川県は2015年11月12日に、消防広域化重点地域として、横須賀市と三浦市を指定した。これは、市町村の消防の広域化に関する基本指針に基づく枠組みで、国や都道府県における措置を、他の市町村よりも先行して集中的に実施することにより、自主的な市町村の消防の広域化を着実に推進するものである。なお、協議会方式により消防指令事務の共同運用を行っている市町村が消防広域化に移行するのは全国初の取り組みである。市内には存在しない。大学関係施設、三浦市の大根畑の風景就業人口は2172人。水田は少なく、三浦大根やスイカなど、畑作が中心である。主な作物の生産量は、キャベツ39,100トン、大根75,900トン、スイカ12,100トンなどとなっており、首都圏への野菜供給地となっている。三崎の朝市市内にある、三崎漁港は、遠洋漁業の拠点であり、日本有数のマグロ水揚げ港である。市内の漁船数690隻、年間漁獲金額129億2994万円となっており、漁船の約8割が三崎漁港に属する。就業人口は432名であり、昭和40年代と比べて激減している。一方、三崎魚市場は取扱高5742トン、取扱金額408億720万円と、規模が大きく、三浦市の漁業は自ら漁を行う形態から、市外の漁獲が集積する形態に移行してきていることが読み取れる。三浦市松和で一本釣り漁で漁獲されるサバは、松和サバと呼ばれ、高級食材として扱われている。市内にある、神奈川県水産技術センターは、磯焼け対策として駆除されるウニを、三浦市特産のキャベツを与えて養殖し、キャベツウニとして、ブランド化した。2021年現在、三浦市のほか、逗子市、小田原市、横須賀市などでも養殖されている。三崎下町商店街城ヶ島大橋、京急久里浜線が、市域の北西部を通過しており、中心部には、乗り入れていない。三崎口駅から三崎駅まで延伸する計画が存在したが、三崎駅までの延伸は1970年に取り下げ、2016年3月16日に油壺駅までの延伸計画は凍結され、白紙となった。三崎口駅から中心市街地の三崎漁港周辺へのアクセスは、京浜急行バスが担っている。京急では観光用の企画乗車券として、三崎マグロ切符を取り扱っている。これを利用して、特に2月後半の河津桜の季節には、多くの日帰り客が訪れる。諸磯貝塚日赤坂遺跡、毘沙門洞窟弥生時代住居市群海南神社海、東生息地城ヶ島馬の瀬洞門海水浴場、三浦海岸。ありがとうございます。